はい、こんにちは。今回はこれですね。これは N と書いてあると、これは一体誰でしょうかみたいなね。トゥルルルルルーってね、あのね、ちょっとね、スーパーひとしくんじゃないですけどね、質問をね、してしまいました。ね。正解者に拍手じゃないですけどね。これは、言ってしまいますと、N って書いてあるでしょ。で、この人初めて見たって人いるかもしれないね。もう時代がほら、もうだいぶ経つから。これはナショナル坊やっていうんですね。ナショナル坊やのなーなーなーってこういう歌があるんですよ。ね、ナショナル坊やって歌があるのね。で、ナショナルって言って、松下さしか幸之助さんって、電気にも出てる方がいるんだけど、あの人が創業の方で、で、それで、なんか、ナショナル坊やってキャラクターが出てきたんだよね。で、だからもう、ナショナルは今年で今年だかいつだったか、もう100年経ったんだよね。で、ここに、尺って書いてあるの。ね。これ、尺ってことは、これは、要するに、ナショナル坊やが100歳になりました。すごいですね。もう、ナショナル坊やって言ってるのね。坊やなのに、もうおじいさんなのかい、みたいなね。ナショナル坊やなんだけど、まあこの国のような人たちって、ゆるキャラの人たちって年を取ることがないですから、本来人間で言ったらもうね、100歳だったらね、もうとっくの昔に坊やを通り越してですね、もうあの世に行ってもいい年代なんですけどね、もう下手したらもうあの世に行ってる感じなんですけどもね、でもまあこの人たちはね、ずっと天国にいるからね、ですからずっと永遠に年を取らないんですね。ある意味もう宇宙だとかね、なんていうんですかね、そういったものなんかもう無視してるわけですよ。ですからもうずっとこう年を取らないんです。ね、だからナショナル坊やは100年経っても坊やなんですね。だから見てください。まだ若々しい顔してますしね。髪もふさふさですよ。ね。全然ツルツルではないですね。これがナショナル坊やが100歳のおじいさんになったんだと言ったらね、多分髪の毛もこんなにふさふさはなくてね、もうピカピカになってる感じですね。で、こう、結構シワとかがたくさんあって、あ、もうそんなにおじいさんになったんだな、みたいな。ナショナル坊やじゃ、わしはもうおじいさんじゃん、みたいなね。もう杖ついてね、もうナショナルじいさんじゃん、みたいな。なんというところなんですが、多分これは、永遠に年を取らないので、ナショナル坊やなんですね。ちょっと頭見るとね、頭の形がちょっとこうナスみたいな形してますけど、まあ、このナスみたいな形してるのがまたね、特徴的なナショナル坊やですね。100歳経っても100年経ってもナショナル坊やですからね。だからあんまり見ないかもしれないですね。昔は西洋は昭和30年代頃、要するに三丁目の夕日とかの映画なんか見ていただくと分かるんだけど、あの時代ぐらいなんかは、よくこういうナショナルボイヤーって言うの、要するに、まあ、町によくある電気屋さんってのがありますよね。で、そこにこの松下電器とこの契約を結んでいる、小さな町の電気屋さんがあって、まあ今で言うと、まあ、コンビニのフランチャイズ契約みたいなもんですね。要するにセブンイレブンとかローソンとかって、それは、セブンイレブンローソンの看板は持ってるんだけども、まあそこの建物自体は大手の建物なんだけども、まあその経営してるのが、まあ社長、個人で経営してる社長さんという感じなんですね。だからまあそういうところがちょっとこう個人個人によるところっていうところがまああるんですが、まあそういうふうに昔もこういうふうに今には始まったことじゃなくて昔からあって、電気屋なんかもこういう個人のお店があったんですね。で、そこにそれぞれの電気店に加入していて、で、これは当時多くのところはナショナル松下電気に、まあ、加入してたから、そうすると、まあ、松下電気からこの人形のでっかいのがあるんですよね。フィギュアのでかいのがあって、これをまあ、客寄せのためにね、こう置いてたりなんかしてたんですよ。で、昔のナショナル坊やってこれもまた同じような顔してるけども、違ってきてるんですね。初期のやつってね、目がやはりちょっとこう、もうちょっと目が大きかったような気がしますね、ナショナル坊や。
でそのうちだん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 こう目がまあわずかな違いではありますけど、こう細くなってきた、ちょっとちっちゃくなってきたという感じですね。でも基本的にはこのスタイルで変わらないね。すごいですよね。100年経ってもこの服のままずっと100年も、N と書いてあった服をずっと着続けてるんですからね。これもすごいことですよ。だって100年経ってますよ。100年も経ってるのにね、まあ、100年も経ってるのに全然傷んでないみたいなね。そりゃ傷んでないだろうな。だって N と書いてあった服がたくさんあるんだもんみたいなね。みんな同じ服しかない。だからね、その同じ服を洗濯しては着て、洗濯しては着て、で洗濯してる間にまた同じ服があるから、その予備にその服を着てるわけですよ。だから下手したらこの人たちは1日2着ぐらいでいいんじゃない？うん、一つ洗濯してもう1着は着てるっていうね。でちょっとびしょびしょに濡れてたらね、暑い時なんかはね、こうやってね、自動で乾燥をするというね、そういうふうな使い道もしていたかもしれませんね。でも基本的にこの人が、まあ、このスタイルでずっとやってるから、服はあんまり買えないですね。ずっと同じ服ですよ。ね。で、ナショナル坊やですね。でも坊やですから、下が履いてないんですね。上は履いてるんですけど、下がないですよ。みたいなね。で、ということはこれ下履いてないんですかっていうとね、黄色いクボタは微妙に違うんですね。ここのところにこう服がこれでかいんですよ。服がでかいのである意味こう下を履かなくてもいいみたいな。服がでかいからこれが要するにこの服が要するに上着とまあズボンみたいな役割をなってるんですね。ですからこうちょっとしたまあ男なんだけどこうスカートみたいな役割も持ってるんで、スカートと上着がまあ一緒くたにあるみたいな、そんな感じなんですよ。ですからこういう状態なんですね。まあなかなかこういいですよね、こうやってナショナルボーヤーね。だから初期のナショナルボーヤーの松下電機、電機の頃の、電気屋に昔あったそのでかいフィギュアみたいなやつね、あれはかなりレア度があって高いみたいですよ。今あれなかなか見かけないって言ったもんね。だからもう時代がもう時代だからね、もう100年近く経ってるからもうあんまりもう見ないし、で新しめのものといったってもう50年以上経ってるんでしょ。だからもうほとんど見ないですよ。だからそうですね、あれの宣伝をするでかい人形っていうかフィギュアがあったりすると、もうあれはもう それだけでもう何十万ですよね。下手したら何百万いっちゃうかもしれないね。もうそれだけすごい価値になってるところです。だからこれを見てパッと見て、あ、ナショナルボーヤだって知ってる人はもう少ないかもしれないね。これ今若者が見てた、あ、ナショナルボーヤだってすぐ分かった人は、すごくある意味、そういうのが詳しい人だなっていう方でしょうね。今若い人にこれ見て何のキャラクターだって言っても、多分よっぽどキャラクターのことを勉強してないと分かんないですね。でもこれはナショナルボーイやって言って基本的にこのスタイルなの。だから髪もこれ以上伸びてこないんですよ。便利ですよね。これ以上髪が伸びてこないんですから。これが人間界にいたら大変ですよ。人間界にいたら、ね、髪の毛がね、どん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 伸びてくるんですが、ナショナルボーヤは天国にいらっしゃるから、髪の毛が伸びてこないんですよ。このまんまの状態でずっといるんです。で、それを人間のところに寄ってきて、人間界に寄ってきて、お客様を呼んでって、で、仕事が終わると、あの世に帰っていくんですね。で、それをずっと繰り返してますからね、こういう人たちは。だから永久に年を取ることもなければ、髪が伸びることもないし、服を着替えろと言ってもね、服はこれしかないんですみたいなね、そういうのがあるんですね。で、ずっとこう親しまれてます。だからこれはナショナルボーヤの100周年を記念したガラスのコップ。まあこれは非常に今となった貴重な、ものを敷いていただいたかなと思います。今こういうの敷いていただくのはなかなかできないですからね。今うるさい世の中になってきたからね。昔は多少はね、できたんですけど、今はうるさい世の中になってきてるんで、
なかなかこういったものはできないですが、あの仕入れたりすることが、まあ、できにくいような時代になってきましたけども、今はねこういうのが私のところにこう来たので、まあ、これも何かのご縁ですから、誰か他の方に譲ってね欲しいという方がいたら、まあ、その人に売ったりすればいいかなというふうに、思います。どうもありがとうございます。